おはろばんは、せつです。見てくれてありがとうございます。今回はですね、カー98K の弱体化後、検証比較やっていきたいと思います。いやー、やっとね、本格的な弱体化が入りましたね、この銃。以前にも弱体化入って、ADS 移動速度が遅くなって、比較してみると、まあ、ちょっと遅くなったかなってぐらいだったんですけど、今回もまた ADS 移行速度が遅くなったということで、比較やっていくんですけれど、体感ですね。私が練習で使った体感ですと、めちゃくちゃ遅くなったんじゃないかなと思います。では、比較した映像をご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。あのぐらい遅くなっております。かなり遅くなってたんじゃないかなと思います。比較したのをまだ見てないのでどうかわからないのですが、体感としましてはやっぱり遅くなっていたので、もうリーエンフィールドくらい遅いんじゃないかと。いや、それは言い過ぎたかな。リーエンフィールド、いや待てよ、でもリーエンフィールドの方が早いんじゃないか。まあわからないけど、比較したのは多分今さっき流れたと思うんですけど、それで自分を見て、うわ、こんだけ変わってるのかと感じるかもしれませんが。で、構えるの遅くて、そうですね、コッキングが早いっていうのは、まあリーエンフィールド、その代わり威力は低いっていう感じなんですけど、こっちは構えるスピードも速くて、なおかつ威力も高いといった感じだったので、今回は妥当なんじゃないかな。まあ、とりあえずね、使っていきます。今回のカスタムはこんな感じですね。起動構成をつけて、拡張マガジンといった感じですね。で、レクイジションで死んでも、そのまま UAV とか出せるようにしてきております。ちょっと自信ないので、今回。で、まあ、マシンピストルなり。で、山岳でいきますね。いやー、自信ねえわ。頑張っていきましょうかね。いやね、やっぱ練習で使ってたんですけど、もう、いやー、やっぱ遅いね、これ。この、連続で構えるときはやっぱ早いけど、あ、これを活かして、やるか。そうだね、近距離とかでも出会っちゃったら、ちょっとこれ、目に悪いけどね。あ、痛い痛い痛い。あ、バーカ野郎、狙ってるときに来やがれっつーの。こらいか。やっぱ遠距離は、いいんだけど、おっと、あれ、ショットガンだろ。あれ、絶対来るの待ってるよね。俺も待つか。オッケー。あ、やば。うわー、ライトマシンガンだ。もう近距離は本当もう、出会い頭だったら負けるよ、本当に。今のはいい感じにクイックショット早いったけど。あれ倒せないの俺。とんだ間抜けだな。当てたぞ当てたぞ !FMJ つけてくるべきだったか。わー、やられた。あ、こっちか。わー、もうなんで当たんないんだ。よし、背中に、噛んだ。敵に背中を向けたら、負けだぞ。あい、顔出せよ。くそ、最悪やねん、マジで。息止めてる時に来ないんだよな。そうはいかんぞ。来るかな？来ないね。あ、なんか今いたな。そろそろリロードしたいけど、まだまだ。OK。そしてリロード。そして、左から、来るんじゃないかしら？来ないかな？前だな、これ。いた。え、なんで？ OK。え、息止めない方が当たるってどういうこと？オッケー、いいぞ。5キルいったね。でも、死んでも、スコアストリークはリセットされないから、いいね。あ、やっぱこのステージだわ。この銃もステージに、あ、やばい。左右されるようになっちゃったかな。オッケー、このブレブレで頭に当たったな。さて、レーダー出して、このレーダー大切に使っていきましょうね。じゃなきゃ、もう二度と出せないからな。当てたのに、オッケー、二発目。いるな。リスポンしたね。来いよ。オッケー。まあ、前にいっぱいいるけどね。
向こうに行ったら絶対こっちからリスポンするもん。ほらしてる。あ、おらんやないか。あ、ちょっと引っかかっとるやないか。近くにショットガンが。オッケー。おっと、ブロンズ行ったぞ。来ないか。もう UAV、エネミーリーコン来ちゃったよん。エネミーリーコン来てるときは、あ、でも山岳か、俺。なら、キャバケ出しましょうかね。このキャバケ頑張って守らないともう取れないからね、ほんと。バカ野郎。危ね。リロードじゃなくてコッキング。息を止めて。うわ、当たんないな。これを安全に回収しようか。大偵察来た。あと一発か。おいき様。どういう倒し方をしている。もうなんつうかね、結構近距離とかで外しちゃうともう終わりですね。完璧。で、もうなんつうか、こんな風にね、まあ今のは俺のエムミスだけど、サブエポンありきの銃になり下がったかなっていう感じするよ。とても。よし。で、スナイパーだとここがいいよね。ポジ的に。だが、人通りはないか。こっちが来てるんじゃないかも。飽きそうだね。はい、偵察行くぞ。大事に使う。あー、惜しい。おお、当たるの。おお、あー、あれか。偵察機か。あ、やばい。息止めろ。あー、あの一瞬を逃しちゃったか。リロードして。かっこいいな。で、これね、そういえば金武器にしたんですよ。したのはいいけど、もう使う機会がなくなったよね。おーおーい。いいよ。よくないね。オッケー。いい立ち回りじゃないか、今の。自画自賛。しないと、やってられないからね。いやー、あ、でね、もう24キルすれば空挺呼べるからね、自動的に。これはいいよ。あー、もう、そうだね。こうなっちゃうんだよ。近距離で、もう本当にクイックショットが上手い人じゃないと当てられないね。オッケー。来てる。うわ、マジか。今の当たると思ったのに。あとちょいだな。空挺まで。出させてもらいますよ、絶対。来いよ。まっすぐ行こうとしたら多分来る。マジビビる。なになになに。マジか。俺、見えてたのかな。ああ、俺、を狙いに行ったやつが、危ない危ない危ない。そっちか。くそ。ああ、マジで。ずっと撃たれてるとプレッシャーがあるね。難しいわ。よいしょ。12です。まあまあ、いいんじゃないの？スナイパー使ってる割には。オッケー。確実に、ね、あ、やばい。やばい。確実にじゃないよ。やばい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 。焦んな、焦んな。左から来てるやつを狙うぞ。そろそろ右からと思ったけど、見れなかった。アウト1キルで空挺だよ、これ。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。オッケーオッケー。落ち着いていこうか。いないぞ。どこ行った？ここ走っちゃったかな。ドン。空挺。これで勝つる。あ、やばい。ブレる、ブレる。撃たれてる時のブレが増えたってわけでもないと思うけど。あー、ほら。今のね。今の完璧弱体化前だったら倒せてたやつよ。クイックショットが入ればね。だな、だが。おー、もう来てる。とっとっと。オッケー。そして、もう一人来ると思った。そして、あー、空挺！空挺！トリプルキルできそうだったのに、今。いや、でもよかったよ。あ、やった、ブロンズスタンを取れて、うわうわですよ。これ最後じゃん。いや、いいね。ちょうどよく来てくれてたからね、この人が。あ、でもやっぱ太ももでもワンショットキルやから、威力はほんと強いよ。そんじゃ、ヒロイックユニフォームワイド行きましょう。頑張って取ったんでね。何が来るかな。ちょっと叫びすぎて喉が痛い。お、あ、そうか、服か、どうせ。そうだったね。重複なしだな。あ、冬仕様のやつが当たったね。歩兵か。お、おお、思ってない。救世主、セイフィウス。これはニーガンじゃないか。お、これ当たりきましたね。今回の当たりは、ジョンソンの救世主、ノーマル救世主だね。2を持ってたんでね。ああ、これが、いいね。よかったよかった。ということで、今回は、
カー 98K ですね。もう弱体化、ADS 速度が遅くなって、すんげー遅くなったやつをね、今回使っていたんですけど、本当、今回は運が良く、ステージがね、結構遠距離戦になりがちのアーヘンのステージだったんで、今回なんとかなりましたけど、やっぱ近距離になりがちのあの、フラッグタワーだったり、USS、あの、船とかはどうだろうな。結構ね、狭いステージだったりとか、近距離戦になりがちのステージだったりすると、もうクイックショットが構える前にやられちゃうっていうのが間に合わずにね、やられちゃうことが結構ありますので、やっぱ難しくなってますよ、これ。で、そうですね、一発外しちゃうと、もう次撃つのが厳しくなりますので、瞬時にハンドガンに切り替えて撃たないと倒せないっていう感じに、そういう仕様になってしまっていますね。かなり弱体化されています。では、最後までご視聴ありがとうございました。今回は、このね、弱体化使っていきましたね。で、また次回ですね、別のパッチ、当たった銃を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、ファモ。